イレオンチャンネルです。ではいよいよこのギガントプラディオに主役5人の充電流ですね、恐竜人とザクトルとパラサガン、この合計6体を使ってギガント恐竜人に噛みつき合体させてみたいと思います。まずはギガントプラディオのパーツを一旦すべて分解します。せーので、はい、分解しました。ではギガント恐竜人の合体待機状態にしていきます。まずは前足ですね。これは前の爪と後ろの爪を収納して合体ジョイントを出します。反対側も一緒です。次は肩のパーツですね。これは2つのパーツを取り付けます。そしてボディのアーマーパーツは合体補助パーツを展開して、フェイス部分にも赤いパーツを付けておきます。そしてこの充電池が入ったブラディオのボディパーツに尻尾を取り付けて折りたたみます。そして両腕は足パーツに戻して、折りたたんだ尻尾の部分に足を取り付けます。反対側もですね。こんな感じの変わった合体になります。そしてこの2つのパーツは一旦置いといて、合体待機状態のパーツを恐竜人に取り付けていきます。まずは足裏、ブラリガスの前足がギガント恐竜人のブーツになるって感じです。次は肩パーツ、ガブティラの尻尾がはまる部分にしっかりとロックされます。次はフロントパーツ、ここにジョイントがありますので、そのまま胸にはめます。そして恐竜人の背中のパーツとメットパーツを外して尻尾に収納します。そして背中のジョイントにこのバックパックになった合体パーツを取り付けます。ジョイントが4つありますね。がっちりロックされます。そしてブラディガスの首パーツの上のジョイントに合体待機状態のザクトルを取り付けます。こんな感じですね。そして肩パーツのジョイントにはこれも合体待機状態のパラサガンを取り付けます。そして余ってたブラディガスのパーツを首の後ろに収納して、恐竜人の顔の上からギガント恐竜人の顔パーツをつけます。そして顔パーツのこの黄色い部分にガブティラの尻尾を取り付けます。それと武器の取っ手の長い方を出して右腕に持たせれば、完成、ギガント恐竜人です。ギガント恐竜人っていう歌が流れましたね、まさかの。いや、完成するとボリューム感があってかっこいいんですけど、爆裂恐竜人以上に結構手間がかかります。ちなみに全身を見るとこんな感じですね。ブラディガスの前足をブーツとして履いてて、武器パーツにザクトルが刺さってます。上を見るとパラサガンのバズーカと尻尾が頭の上に刺さってますので、とんでもない高さになってますね。それと胸パーツには全23種類の充電流の絵が描いてありますね。ディケイドのコンプリートフォームみたいになってます。裏側はこんな感じで、もうギガントブラディオのパーツがほとんどバックパック化してますね。なので縦に高いだけじゃなくって後ろにもボリューム感がありますね。ただ結構この支えてる足パーツが不安定なので、軽く衝撃を与えると簡単に外れちゃいますね。合体後はそんなにガシガシは動かせないですね。ただ主役5人の5人合体が今までできなかったので、ブラディオの補助パーツを使ってついに5人の合体が実現できたのはかなり嬉しいですね。はい、爆裂スピノ大王とギガント恐竜人を並べてみました。爆裂も結構サイズ感が大きいですけど、全体的なバランスとかボリューム感はギガント恐竜人の方がありますね。ただこのてんこ盛り合体でいろんな充電流がせっかく合体できるのに、唯一ウッチーだけはぶられちゃってるんですよね。一応こんな感じでバックパックの代わりにプテラゴードンを取り付ければ夢の主役6人合体も可能です。それとすごい今更なんですけど、合体補助パーツを付け忘れてました。恐竜人の腰に取り付ければ上半身がより安定します。では最後はギガント恐竜人の必殺技のギガント砲の発射状態にしていきます。まずは武器パーツを外してザクトルを取り外します。そしてパラサガンも外してバックパックも取り外します。そしてバックパックについていた足パーツを取り外して横に付け直します。反対側も取っ手は収納してブラディガスの顔パーツに戻します。そしてギガント砲の後ろのジョイントに首パーツを取り付けます。
そうすると3点で立つような形になりますね。はい、これでギガント砲が完成です。ブラギオのボディーパーツに足が生えてる感じですね。そしてこれをギガント恐竜人の前に置きます。特に取っ手があったりとかカチャッとロックするようなところはありません。そしてこの赤いスイッチを使ってギガント砲を開けるとギガント砲の発射音が鳴ります。いきます。これはすごいですね。で、仕組みとしてはこの赤い部分に充電量が1本でも入ってればギガント砲は撃てます。なのでこれだけ充電池が入っててもこの赤い部分に充電池が入ってなければ腹ペコリンチョーって言いますね。ミニティラみたいな音声が流れて開けてもギガント砲の音声は出ないです。まあ、それでもやっぱりガーディアンズのこのカラフルな充電池がハマってた方がギガント砲は盛り上がります。いや、ギガント砲相当かっこいいと思いますよ。口が開いてると高さもありますしね。うん、こういうおもちゃは僕は好きだな。ということでこれがギガント恐竜人の必殺技のギガント砲でした。デラックスギガントブラギオーと恐竜人とパラサガンとザクトルを使ったギガント恐竜人に噛みつき合体させました。結構全体的なバランスが良かったので個人的にはかなり好きですね。あとこのギガント砲ですね、まあ、充電池が1本あれば音声は出るんですけど、まあ、こんな感じで13本の充電池を装填した方が見た目も派手になりますね。それとまたプテライデン王とかトバスピノを使って充電流が壊れない程度に妄想合体の動画もアップしていきたいと思います。以上、ギガント恐竜人とギガント砲の紹介でした。